今日は任務がないから、カナオと二人で町を散策していたら、柱の四人と会った。あら、炭治郎くんとカナオちゃんだわ。恋柱様に、姉さん。それに義勇さんに時藤くんも、皆さんお揃いでどうしたんですか？親方様に呼ばれてまして、その帰りです。そうだったんですか。四人で一緒に帰るなんて、仲良しですね。私が一緒にお団子食べないって誘ったの。すごく美味しいんだって。もうほっぺが落ちちゃうくらいなのよ。よかったら二人もどう？ぜひ。きゃー、嬉しいわ。もし茶屋におはぎがあったら、品津川に届けてやろう。どう喜べ？いいですね、俺もご一緒します。やめた方がいいと思いますが。じゃあ早速行きましょう。ねえ、あそこにいるのってもしかして？ファーファーファー、よくぞ気づいたな。俺はモブ鬼のノーブ、鬼滅のお面チャンネルのオリジナルキャラクターだ。動画の再生回数が伸びるようにという願いを込めてつけられた。またあなたですか？あんな気づいてほしそうに立ってたくせに、よくそんな登場できるね。恥ずかしくないの？うるさい！俺をバカにするな！今日は何しに来たの？どうせくだらないことなんだろうけど、仕方ないから聞いてあげるよ。いちいちムカつくガキだな。まあいい、今日はお前らに鬼ごっこをしてもらう。鬼ごっこ？遊んでくれる相手がいないの？あ、もしかしてお前嫌われてるのか？本当に失礼な奴らだな。とにかくお前らには今から特別な場所で鬼ごっこをしてもらう。特別な場所？そうだ、鬼ごっこの舞台はここだ。何ですかここ？変な空間。ここは無限城だ。お前らはここで鬼ごっこをしろ。ひどいわ、今から美味しいお団子食べに行くのに。あれ、今一瞬だけど鬼舞辻無惨の匂いがしたような。何？いや、でももう何も匂わない。気のせいかな。無惨様はここにはいないはず。きっとこいつの勘違いに決まってる。早く元の場所に戻してよ。お団子なくなっちゃったら私立ち直れないわ。早く帰りたいならさっさと鬼ごっこを始めろ。よくわからんが、鬼ごっこをすればここから出られるんだな。だったら始めよう。そうですね、早く終わらせて帰りましょう。では俺が鬼をやる。決まりだな。ではスタート。すぐに終わらせるには一番近くの甘露寺を捕まえよう。え、富岡さん、私に迫ってきてる？キャー、恥ずかしいわ。甘露寺、捕まえた。じゃあ次の鬼は。では甘露寺、今からお前をくすぐるぞ。え、こちょこちょ。キャー、くすぐったいです。義勇さん、急に何してるんですか？甘露寺を捕まえたからこちょこちょしている。なぜそうなる？そういうルールではないのか？俺はそんな指示出してない。捕まったらくすぐる鬼ごっこは前回の話ですよ。見つかったらイグロさんに怒られますよ。そうか、すまん彼女。いえ、キャー、びっくりしたわ。いいんじゃない、くすぐった方が面白そうだし。今回はルールに乗っかって女の子に触れようとする誰かさんもいませんしね。そんなことする残念な人いるの？残念な人？ルールは何でもいいから早く再開しろ。じゃあ捕まったらくすぐるってルールでもう一度やりましょうか。わかったわ、じゃあ私が鬼ね。よし、それじゃあ始め。いきなり男の人をくすぐるのは少し勇気がいるから、最初に捕まえるのは。カノオちゃん、捕まえた。あ、捕まっちゃった。
それじゃあこちょこちょくすぐったいです。かなおちゃんかわいい。こちょこちょ恋柱様やめて。かわいい。おやおや、女の子の声がすると思って来てみたら、ずいぶん面白そうなことをやっているね。ドーマ様、一体どういう状況かな。捕まったらくすぐる鬼ごっこをしていたところです。それは楽しそうだ。俺も混ぜてくれ。嫌に決まってるじゃないですか。あなたはこのチャンネルには出ないでくださいと言ったはずです。相変わらず冷たいな、しのぶちゃん。そうだ、次の鬼はかなおちゃんだよね。じゃあ俺を捕まえてくれ。嫌に決まってるでしょ。悲しいな。かなおちゃんまでどうしてそんなひどいことを言うんだい。わからないの、あなたのことが嫌いだから。かなおがすごく怒っている。しのぶちゃんとかなおちゃんをこんなに怒らせるなんて、私もあなたのこと嫌い。ぷん。そんな、女の子にこんなに嫌われたの初めてだよ。俺はもう帰る。ドーマ様。消えた。なんでわざわざ自分から傷つきに来たんだろう。バカなのかな。あいつずいぶん嫌われてるな。今の鬼完全にへこんでたな。ちょっとかわいそうなくらいだ。みんな気を取り直して鬼ごっこ再開しましょう。そして早くこんなところを出てお団子食べに行くわよ。じゃあ私から再開します。私が捕まえるならやっぱり炭治郎。捕まえた。ああ、逃げ切れると思ったのに。やっぱりカナオは早いな。じゃあくすぐるね。あ、こちょこちょ。ははは、くそったい。ドキドキした。じゃあ次は俺が鬼だな。行くぞ。えい、時藤君捕まえた。炭治郎早いね。そうかな。じゃあくすぐるよ。こちょこちょ。あんなに笑う無一郎くん初めて見たわ。キュン。無一郎くんがあんなに楽しそうだなんて珍しいですね。鬼狩りたちがみんなほっこりしている。なんなんだこの和やかな空気は。無限城でこんなことをしているなんてあのお方に知られたら。知られたらなんだ。無惨様だ。まずいことになった。何がまずいんだ、言ってみろ。ここで鬼狩りが遊んでいるなど不愉快だ。今すぐ飛ばせ。はい。あれ、急にさっきの場所に戻ってこられた。満足したってことかな。そういえば途中からあの鬼見当たらなかったけど、どうしたんだろう。よくわからないけど出られてよかったわ。ではお茶屋さんに行きましょうか。たくさん走ったらお腹空いちゃった。お団子おかわりしてもいいかしら。恋柱様、たくさん食べてください。かなおちゃん優しいのね。ありがとう。俺たちも行こう。うん。義勇さん、おはぎはあるといいですね。そうだな。お前ら最後まで見てくれたんだな。面白かったか。あの後俺はなんとか無惨様に消されずに済んだが、怖すぎて気絶するかと思ったぜ。今度はもっと身の安全な場所に鬼狩りを閉じ込めることにしよう。俺はまたお前らの前に現れるからな。また現れるの？暇だよね。もしかして寂しいの？うるさい、うるさい。感想をコメント欄に書いてね。じゃあまた。